息を呑む間もなく決まる電撃の6波論。果たしてベストスプリンターはどの馬でしょうか。スタートを切りました。16頭、まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。ラブカンプが先手を取ります。ちょっと離されまして、ラインスピリット、12番ナッツビーナス、別号ドンキがかわしていきました。ワンスインナムーンはそのうちにいます。外を通って14番ラッキーバブルズ、セイウン構成が上がってまいりました。そのうち6番ダイメイプリンセス、そして1番人気のファインニードル、うまくいっているんではないでしょうか。7番キャンベルジュニア、ムームクエイク。さあものすごい歓声の中山競馬場、先頭行くのは9番ラブカンプ、ラックビーナス懸命に追う。ラックビーナスが差を詰めてきた。さあ抜けました。ラックビーナス、レッドファルクス懸命に追う。大外から強襲、レッドファルクス、ラックビーナス先頭、外をついてレッドファルクスが来ている。ラックビーナス1着、スプリンターズステークス勝ったのは12番ラックビーナスだ。2着16番3着8番以上のように確定しました。